構はランクルの権利をそうですそうです、モンゴルでモンゴルで持ってんだあいつね、総代理店の免許持ってるわけ。そうです、ここでランクル買うときは、うん、あのいわゆる白鵬の身内の会社がやってるところでじゃないと買えない、うん、へえと思わない、へえと思わない、これ知らないやついっぱいいるけど、いっぱいいますね、なんでこんなことまで知ってんのみたいな。やっぱ人気なんですか、やっぱりランクルはすごいです。ランクルしかだってその辺のだって乗れないだよそんなの、だってもうそんな岩とかデコボコなの。あの朝青龍はもともとランクル乗ってましたけど、うん、白鵬がランクルの会社やるようになったんでレンジローバーに変えましたから乗ってらんないって。もう本当に白鵬と朝青龍はもう今仲悪いからね朝青龍の場合お兄さんが国会議員を向こうでやってるんだ。やってますからすごいね。そう、朝青龍のが今人気あんの。いやだから彼は彼で本当そういう意味ではずっと、うん、あのもう入った時からモンゴルに戻るっていう認識でずっと相撲を取られてたので、あのまあ本来ねこの前もちょっと喋りましたけど、あの彼も20回以上あの優勝してるわけですから、うん、一大年寄りっていう形で相撲をね日本の相撲協会に残れたはずなんですけど、まあそれも叶わずモンゴルに今変えられて、まあモンゴルではあの人気はあると思います。あ、はい、まあ、あの性格なので儲かってんのあれなんか。いや、はい、彼は彼で、まあ、あの本当に周りのスタッフが有望なので、うん、でまあ、あのお兄さんがその国会議員のお兄さんが、うん、いわゆる信託銀行、うん、国に対する信託銀行をやってますから、うん、まあ、そこのいわゆる役員も彼はやらせてもらってるので、うん、まあ、いわゆるあの日銀みたいなもんですよ。モンゴル国にお金を貸す銀行、うん、っていう立ち位置でやってますので、うん、あのまあ安泰なんじゃないですか、ね、安泰なんだ安泰ですね、安泰なんだ、へー。